皆さんこんにちは、リディアダンスアカデミーの京香です。今回はクラブステップを紹介していきます。まず右足からいきます。内股の状態から右足はつま先を上げて外に持ってくる。つま先を上げて内側、外内、外内、いけました。片方だけ前出してやると、内側から外内、外内。この時にかかとは絶対に離さないように、つま先だけこんな感じでいけたら、左足次は内股になってる状態からかかとを上げて内、外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 。これを一緒にやるんですけど、めちゃめちゃ難しいのでゆっくりいきましょう。内股の状態から右はつま先、左はかかとで一緒にこっちにずらしていきます。せーの、ほい、できました。もう一回いきます。せーの、ほい難しいですよね。今難しいって聞こえました。もう一回いきます。せーの、ほい、もう一回、せーの、ほい。スーパースーパースローでいきます。こっからうーん、もう一回いきます。せーの、よーん、こんな感じです。これは行ったら戻さなきゃいけないんですけど、戻すときは出してそのままつま先とかかとで戻ってくる。もう一回、出して戻る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 。これを練習します。もう一回片方ずついきます。右足から内股の状態から、せーの、つま先戻す、上げて戻す、外内。次かかとが左足は内側、外内、外。一緒にやると、せーの、開いて閉じる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 。こんな感じです。これ両方に行けたらめちゃめちゃかっこいいので、左側も練習していきます。右側の時は右がつま先だったんですけど、戻したら次左がつま先で右がかかとで反対になります。それから戻す時も左がつま先で右がかかとで戻す、出して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 戻す。この時によく一緒のつま先がこうやって出ちゃう子がいるんですけど、これは×で、違うつま先とかかとでこうで、これは×で。もう一回ゆっくりいきます。右から、せーの、外内、左、外内、外内、外内。いけましたか。足ズーム版いきます。開く、戻す、開く、戻す、開く、戻す、開く、戻す。こんな感じです。今から曲に合わせてちょっと早く練習してみます。やってみます。右からいきます。せーの、できた人ゆっくり行ってみます。せーの、はやく、皆さんどうでしたか？できましたか？クラブステップはめちゃめちゃ難しいので練習あるのみですと、今からクラブステップを使った振り付けをやってみましょう。足はさっきやった外内、外内使って、外の時に右手が上で左手が下で、内側戻す時に引く。手は1、2、もう一回いくと、せーの、1、2。じゃあ次左に出すときに入れ替えて戻す。手だけいくと右手が上でそのまま引いて
入れ替えて戻す。1、2、3、4を足を出すたびにやります。右にずれた時に右手が上、戻す時に引いて、左の時に左が上、戻す時に締める。もう一回ゆっくりいきます。せーの、1、2、3、4。もう一回いきます。内股の状態から、せーの、1、2、3、4。もう一回いったらちょっと早くいってみます。ゆっくりいきます。せーの、1、2、3、4。ちょっと早くいってみます。せーの、1、2、3、4。もう一回早くいってみます。せーの、1、2、3、4。いけました。もう一回おさらいしたら次進みます。ゆっくり、せーの、1、2、3、4。したらこのまま手を引く、それだけいくと右手が上、引いて左手上、戻す。ここから来たら肩ぐらいまで腕持ってきて引く。その時に胸もちょっと出して下げる。ゆっくり、うーん。でこれ全部使っちゃって大丈夫です。最初からゆっくりいくと最初何もなくて、手引いて入れ替えて戻して引いて引く。ゆっくり、この1、2、3、4使って1、2、3、4で引きます。もう一回最初からいってみます。せーの、1、2、3、4。引いて引く。いけましたか？最初からゆっくりやってみてちょっと早く練習します。せーの、1、2、3、4。1、2、3、4。ちょっと早くやってみます。せーの、1、2、3、4。1、2、3。次はさっきは外打ち外打ちで右左行ってたんですけど、戻ってきたら右に進みます。せーの、1、2、3、4。これをしながら、こう下ろしてきた手をまた次はなぞる感じでパーでなぞります。4回かけてなぞります。せーの、1、2、3、4。来たら反対足は1、2、3、4で、お手手は下まで行ったらこっちでウェーブ通します。右手上げてウェーブ。一回やってみると、せーの、1、2、3、4。最初からゆっくりいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8って感じです。もう一回ゆっくりやって音で合わせてみます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8です。このウェーブの時の手は下ろしてもいいし、どっかで固定しててもかっこいい方で大丈夫です。一回曲で行ってみよう。こんくらいの速さでいきます。せーの、1、2、3、4。引いて右なぞる左。いけました？もう一回このスピードでいってみます。せーの、1、2、3、4。引く、右なぞる左。いけました？ちょっとめちゃめちゃ速いスピードでやってみます。せーの、できましたでしょうか？あと2回速いスピードでやってみましょう。せーの、ラスト1回やってみます。せーの、
しまい。ここまでどうでしたか？難しかったと思うんですけど、今回はクラブステップを紹介してみました。たくさん動画を見返していっぱい練習してみてください。バイバーイ。